こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサム花です。英語の先生と日本語の先生もしています。このチャンネルでは翻訳歴26年のベテラン翻訳者である私がですね、翻訳通訳関連のお仕事、フリーランス、海外生活などについて発信していきます。これから翻訳業に挑戦してみたい、フリーランスになってみたい、翻訳業界の裏話が知りたいという方はもちろん、何かに挑戦してみたい方にも見ていただけたら嬉しいです。翻訳関連のことなど何でもコメント欄に書き込んでいただけたら嬉しいです。さて、今回はフリーランス翻訳者のメリットとデメリットについてお話ししたいと思います。先日ツイッターでフリーランス翻訳者になって良かったことというのをツイートしてたらですね、いろいろと絡んでくださった方がいらっしゃって、面白い話題として盛り上がりましたので、フリーランス翻訳者のメリットとデメリットということでお話ししたいと思います。フリーランス翻訳者のメリットは全部で7つあります。1、通勤がない。2、精査がない。3、人間関係のしがらみがない。4、人生のステージに合わせて仕事量を調整できる。5、時間が自由に使える。6、洋服代がかからない。7、ネットさえあれば世界のどこででも暮らせる。この7つです。この7つについて深掘りしていきたいと思います。まず1、通勤がない。これはもうフリーランスの特権ですね。自宅で仕事してるので、通勤とかラッシュアワーに巻き込まれるという心配がありません。好きな時に寝たり起きたりできるというのもあるので、後で時間が自由に使えるというところでも詳しく述べたいと思いますけれども、通勤がいらないというのは大きなメリットだと思います。2つ目は性差がない。男性女性の差がない。全て実力というのは成果物である翻訳で判断される。翻訳を見てる間は男性が訳したのか女性が訳したのかもほとんどわからないことが多いですから、全ての実力とか業績というのは翻訳の質で判断される。非常にフェアな完全実力主義の世界だというところが私は非常に気に入っています。私は結構昔から男性女性とかってそういうのちょっと苦手でですね、女性らしい行いとか女性としてどうとかっていうのすごく苦手で、日本ではちょっと主婦失格っていうような感じというふうに自分のこと思ってたので、この仕事は本当に男性でも女性でもバリバリ力があれば働けてっていう、輝けるっていう世界で、私はすごくそういう世界に魅力を感じました。3つ目は人間関係とか上下関係のしがらみがない。これも本当に嬉しいことだと思います。結構人間関係でうまくいかなかったりすると結構疲れるというか、消耗するというか、ギクシャクするだけでも結構神経使ったりとかして疲れるじゃないですか。そういうのが全くなくてですね、気ままに気兼ねなく仕事ができるというのも非常に大きなメリットだと思います。もちろん翻訳会社とかお客さんとのやり取りっていうのはあるんですけれども、毎日顔を突き合わせているわけではないし、それにお客さんもいろんな人と取引をしててコロコロ変わるのでですね、しがらみが生まれるほど密着した関係とかっていうのもそんなにあんまりない。一回仕事が終わったらそれで終わりっていう関係がずっと続いていくので、またリピート案件が発生したらそこで一緒にお仕事するけれどもっていう感じで、非常にある意味ビジネスライクでですね、楽ですね。私はすごくやりやすいというふうに思っています。では4つ目、人生のステージに合わせて仕事量を調整できる。これはですね、いろいろとお子さんを育てていらっしゃる方とか、いろいろな事情で仕事をセーブしなきゃいけないという方もいらっしゃるでしょうし、それに以前も他の動画でお話ししたんですけれども、翻訳を本業にしてお子さんをね、シングルマザーとしてお子さんを育てられたっていうような翻訳者の方もたくさんいらっしゃいます。私の尊敬する先輩でですね、シングルマザーとしてお子さんを4人育てられたという方がいらっしゃるんですけど、彼女は通訳もできたんだけれども、子育てをするにあたって通訳よりも翻訳の方が自宅でできるからということで翻訳専業に切り替えたという方がいらっしゃいます。通訳さんなんかも女性のキャリアとしては非常に素晴らしいものなんですけれども、出張が多いのと時間を拘束されるということがあるので、翻訳なんかはそういう点でですね、自宅で仕事してて締め切りまでに間に合えば何しててもその間いいという自由さというのが非常に大きなメリットなのではないかなと思います。5つ目は時間が自由に使える。これツイッターでやり取りしててそういう答えが出たんですけれども、最初に私が挙げたリストにはなかったんですけど、他のフォロワーさんの方とかが付け足してくれて、あ、言われてみたらそうだなと思ったんですけど、12時だからお昼を食べなきゃいけないとか、そういうようなルールが会社じゃないからないので、好きな時にお昼食べたり、好きな時におやつ食べたり、好きな時に好きな音楽を聴いたり、そういうところが非常に自由だというのが非常に気ままでいいというふうに言っていましたね。で、私もそれは賛成ですね。仕事しながらいろいろとつまむのが好きな人とかもいるじゃないですか。ちょっと甘いもの食べながら仕事したいとかって。会社だと12時とか3時のおやつの時間とかがもしあるんだったら、そういう時間しか食べちゃいけないけど、それ以外の時にも好きな時に好きなものを食べて、好きな時に好きな音楽を聴いて、好きな時に散歩に行って
そういうような形で時間の調整が効く。その他にもですね、空いてる時間に映画のマチネに行くとか、ミュージカル見に行くとか、空いてる時間を利用していろんなことができるっていうのも大きいメリットだと思います。旅行なんかもあえてお盆とかね、ピークシーズンに行かずに切符が安い時に行けばいいとかね、病院とか美容院とかも別に混んでる時に行く必要は全然ないので空いてる時に行くとか、時間の融通が効くというのが非常に大きなメリットだと思います。6つ目は洋服代がかからない。これも通勤と関連してるんですけれども、洋服代とか化粧品代とか、私は YouTube やってるので化粧品買うようになったんですけど、 YouTube やる前は全然お化粧品とかも何年も買い替えたりしてないとか、そういうようなこともあったのでですね、洋服代とかお化粧品代とか、そういうところにお金がかからない。ある意味お家で一日中パジャマで仕事してても誰にも何も言われない。私なんかも YouTube 始める前は一日中スウェットだったり、一日中ガウン着てたりとか、髪とかもひっつめで全然メガネかけてですね、お化粧とかも全然しないで仕事したりとかっていうこともあって、もう本当に体的には楽でした。社会復帰できるだろうかと思うぐらい本当に楽でした。なのでそういう意味で経費が少なくて済むというのは大きいメリットだと思います。そして7つ目はネットさえあればどこででも暮らせる。これは私がもうずっと前から実践していることで、私は今はちょっとコロナだからいろんな日本とアメリカ行ったり来たりできないんですけれども、コロナが始まる前までは1年の半分ぐらい日本で暮らして、1年の半分ぐらいアメリカで暮らすっていうのをずっと10年間ぐらい続けてきていました。ネットさえあれば本当にどこででも仕事ができるので、フリーランスの翻訳者になれば好きなところを自分で選ぶことができるというのもすごい大きなメリットだと思います。そんなメリットを生かして私は今までいろいろアラスカであったりとか、北海道の田舎であったりとか、富良野市とか旭川市とか点々といろんなところを暮らしてくることができたので、今はオースティンっていう街が好きで、オースティンとか、まあ、その近辺に住んでるんですけれども、またコロナが落ち着いたらですね、またいろんなところに行きたいと思っているので、そういうようなことができるっていうのも大きなメリットだと思います。では翻訳業のデメリットも全然ないわけではありません。デメリットもお話ししたいと思います。デメリットは全部で4つあります。1、有給休暇とか病気休暇がない。2、福利厚生がないので退職金もない。3、孤独になる。4、何でも自分で決めて行動しなければいけない。ではこの4つについて掘り下げていきたいと思います。まず1つ目、有給休暇病気休暇がない。これは個人事業主で会社勤めではないので、これは翻訳者に限らずフリーランスであれば誰でもそうだと思うんですけれども、働いていない時にもお金がいただける有給休暇とか病気休暇っていうのは本当に会社員の特権というか、そういう意味ではすごい羨ましいなと思ったことがあります。だって仕事してないのにお金いただけるなんて、ちょっとフリーランスには考えられない贅沢なので、それにちょっと病気した時に、フリーランスっていうのは病気すると本当に心細いなっていう風に思う気持ちがすごく強いですね。何か自分にあったらどうしようって思うと簡単に病気にもなれないというか、そういうことがないようにこう自己管理を徹底しなければいけないのがフリーランスの、まあ、辛いところでもあり厳しいところでもあります。それが1点ですね。それから退職金がない。会社勤めではないので、まあ、その分定年退職がないので、希望すれば定年退職の年齢を超えても働けるという、そういうところで埋め合わせができる部分はあるんですけれども、退職すると会社からまとまった退職金をいただけるとか、そういうことはないので、まあ、そういう意味で1番目も2番目も守られてない、大きい組織に守られてないということが言えると思います。それから3つ目は孤独だということです。先ほどしがらみがないというふうにメリットのところで申し上げたんですけれども、裏返しの部分としてはやっぱり人との触れ合いというのがあまりないので、時々孤独になりますね。人寂しくなります。その分孤独っていうのを知ってるからこそ、人とのつながりとか人と会う時にはそれをすごい大切に思うし、人の関係とかね、皆さんと過ごす時間っていうのがすごく楽しかったり嬉しかったりもするので、ある意味普段孤独っていうのを味わってるからこそ、人とのつながりをすごい大切にできるのかなって思う部分もあるので、一長一短なんですけれども、時々一人で心細くなるということもあります。それから4つ目は何でも自分で答えを見つけなければいけない。これもまあ一人でいるからしょうがないことなんですけれども、パソコンが壊れたら自分で解決策を見つけなきゃいけない。お店に持ってくとかそういうこともできますけれども、会社とかだったら会社のテクニカルサポートの人に聞くとか、そういうことができると思うんですけれども、そういうことができないから全部自分で解決策を探さなければいけない。仕事で困ったこととか、お客さんとの間で揉めたとか、そういうようなことがあっても相談する人が近くにいない。それはすごい心細いことだと思います。そういうことを私も長年ちょっと経験してきて心細いと思ったので、それを解決するために、まあ、翻訳塾みたいなのをやって、横のつながりを翻訳者同士で強めようっていうこともやろうっていうふうに思ったんですけれども、何でも一人で解決しなければ
ければいけない、こう一人で決めなければいけないという、どうしてもそういう状況に置かれてしまうので、最終的にはすごく強くなっていくと思います。今回のまとめをしてみたいと思います。今回はフリーランス翻訳者のメリットとデメリットということでお話ししました。フリーランス翻訳者のメリット、1、通勤がない。2、精査がない。3、人間関係や上下関係のしがらみがない。4、人生のステージに合わせて仕事量を調整できる。5、時間が自由に使える。6、洋服代や化粧品代がかからない。7、インターネットさえあればどこでも好きなところで暮らせる。そしてデメリットは1、有給休暇、病気休暇がない。2、退職金がない。3、孤独だ。4、何でも自分で答えを見つけて解決しなければいけない。この4つです。フリーランスのメリットとデメリット両方挙げてみたんですけれども、私的には圧倒的にメリットの方が多いかなと思っています。結局のところ自由っていうのは簡単に手に入るものではなくて、それなりに自由を追求する以上はそれなりに代償というものもどうしてもあるわけで、自由に好きなことができるからといっていいことばかりではなく、気ままであるがゆえにいろいろ孤独であったりとか、そういうようなこともあったりするわけですけれども、今の時代を考えるとやはりある程度のリスクはあっても、個人で稼ぐ力をつけておくというのは非常に大切なスキルなのではないかなと思います。私は26年もフリーランス翻訳者をやってるので、どうしてもそっち側がいいと思ってしまうんですけれども、これからフリーランス翻訳者になろうかどうかって考えていらっしゃる方はですね、今回の動画を参考にしていただけたら嬉しいです。今回はフリーランス翻訳者のメリットとデメリットということでお話ししてみました。この動画が翻訳を勉強していらっしゃる方、フリーランスを考えていらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。 Thank you for watching. I'll see you in the next video.